どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちらロンベルクを使って遊んでいこうと思います。このキャラね、大の大冒険コラボで新たに実装された星7キャラクターなんだけど、またこれがおもろい性能してるよね。今日は実際に使っていきましょう。スキブ3つ持ちの23ターン変身のキャラで、10ターン盤面76マスにして変身してくれます。変身後こんな感じ、封印指3つ、10強3つ、十字2つ持ちです。はい。でスキルが2ターンで火を光に変化っていうね、闇光生成が2ターンで打てるんですけど、バトル10を超えると10ターンスキル使用負荷 30% グラビティがつきます。はい。で今まで言うとゴンとかがね、確定 40% グラビティ持ってたりしたんだけど、このロンベルクの特徴としては、普通に道中までは変換で使えるっていうところと、あと1段階変身で普通に運用できるのがめっちゃ強い。変身前もスキブ3つ持ちだからね、かなり使いやすいし、であとまあ変換用意で使ってラストだけグラビティっていうおもろい使い方できるんだよね。まあ、リーダースキルはね、闇光激減に攻撃18倍固定1ダメージまでは強いんだけど、十字1個につき 1.5 倍というリーダースキルは結構使いづらくて、まあ、実用性は少しね、少なめになってしまうんですが、サブ性能としては 30% グラビティ持ってる時点でもう本当代用できないキャラになってますし、でまあ、ゴンが 40% グラビティ持ってるとはいえども、ね、まあ、2段階変身のゴンと1段階変身のロンベルクじゃもう全然違うし、あとまあ属性とか火力もまあ変わってくるので、やっぱりね、そういう点でもロンベルクかなり強い部類に入るかなと思います。はい。今日はそんなロンベルクをですね、実際に周回で使っていこうと思います。まあ、使うとしたら結構周回か半周回的な攻略編成がメインになってくると思う。めちゃくちゃ攻略で使うキャラではないのかなって感じで、もちろん必須キャラではないんだけど、保険で持っておけるとかなりね、これから使える可能性もあると思っているので、今日はそんなロンベルクを使って遊んでいきます。もし引けた人はぜひチェックしてほしい。今日使う編成こんな感じです。でコロシアムで使っていこうと思います。はい。リーダーバラン、リーダーチェーン体制にメレズナ武器継承です。7強と、あとはね、自動回復要因で採用されてます。はい。式神10強上限解放にルオ武器継承です。はい。式神10強上限解放にフェイタン武器継承、そしてプレナースキブ上限解放に悪魔キラー潜在つけてあげてメレーム武器継承です。遅延の場合はラストちょっと火力足んなくなる可能性ある。ロンベルク特目覚め体制に薬師見武器継承、薬師見武器はちなみにスキルまでお願いします。はい。道中6回上院で使っていきます。はい。でメルズナスキブ上限解放回復強化にリンネル武器継承って感じになってます。リンネル武器は自動回復3つ持ちの、遅延スキルなんで、回り武器かリンネル武器って感じですね。でバッチは攻撃バッチです。今日はこちらの編成を使って大の大冒険コロシアムで遊んでいこうと思います。まあ、実際にちょっと今回はね、こいつのグラビティの強さをね、紹介できればなということで遊んでいきましょう。特にあれはね、サノスからのロンベルクみたいな感じの使い道がね、属性的にもまあ悪くなさそうな感じはある。近い層ロンベルク打ってあげて、メレム打ってあげて、でルオ打ってからフェイタン打って、はい、バラン変身で、こんな感じで4コンボ組んでいきます。この遠征はなんか反攻略みたいな感じだね。ほぼ攻略みたいなノリだけど、これで倒していきましょう。さあ続きまして2階層です。2階層も式神打ってあげてずらしていきます。はい。完全ずらして倒せるんで超強いです。はい、ずらしい。この2階層はね、そう、ずらしていいんですよ。なぜかというと、ドラゴンタイプエンハンスが乗ってるんで、8コンボで十分火力足りるんですよね。ちなみに、メルズナの自動回復と自動回復武器のおかげで、もうこの編成、回復は一切する必要ありませんので、ただ殴り続けれれば大丈夫です。3階層。ここも倒せるはずなんで、式神打ってから、プレナ打って、こんな感じ。ここもね、10コンボなくても倒せるんで、こんな感じでワンパンしていきます。 OK。 さあ続きまして4階層です。ここはまあこんな感じでスキル使ってあげて10コンボ組んでいきます。盤面で2コンボ組めば OK です。ロンベルクのおかげでね、盤面の7コマスになってるので、パズル自体もとても楽です。はい。で5階層、ここも式神打って殴っていきます。はい。これで10コンボ組んでワンパンです。ロンベルクね、まあ火力はね、超重力じゃないと別にそんなに活かさないかなってか、まあ10強3つ持ちだから、まあぼちぼちって感じやね。でも変身キャラだからね、21億で止まってしまうところはちょっと弱めかなって感じ。そう、まあ、そこはね、ゴンも一緒なんだけど、やっぱりロンベルクもね、21億止まりはちょっと悲しいんだけど、まあ一応副属性が光持ってくれてるので、闇光とかの編成においては言うて42個は出せるから、全然普通に火力枠としては悪くない、火力は出せると思う。7階層はロンベルク継承のラクシャミ打ってあげて6解除、
はい、からの式紙打ってあげて殴っていきます。これで10項目で倒していきましょう。で続きまして8階層です。はい、ここワンパンしてあげて8階層、ここは式紙打ってワンパンしていきます。じゃあこれで10コンボ組んであげて倒していきます。 OK、 ここも突破です。はい、で続きまして9階層、あんまり何もわからんやん。式紙打ってあげてプレナ打ってあげて、プラス1コンボ組みます。はい、これで10コンボでワンパン。はい、このまま倒していきましょう。で続きまして10階層です。10階層はバランからの式紙打ってあげて殴っていきます。はい、でここ7コンボ組む必要があるのでちょっとめんどくさいんですけど、まあ、盤面で組んでください。闇よかったら式紙打たんくていいけど、まあ、基本打って OK でめんどくさいんですけど、ここだけ7コンボ組んでください。バランからの式紙7コンボ組んで無効貫通スキルでワンパン。はい、からのラストボス、ここでやっとね出番がやってまいりました。ロンベルクさんのとりあえずメルズナ継承の2ターンチェーン打ってあげて2ターン1ゼロコンボ組みます。はい、で式紙打ちますね。ルーレットも消してあげてからのロンベルク打ってあげて、であとは平積みしていくだけです。こんな感じ、こうやって組んであげてあとは全力コンボ組んでワンパンしていきましょう。ロンベルクの 30% グラビティのおかげでこんな感じでワンパン可能です。はい、という感じがね、このロンベルクを使った式紙周回編成でした。まあでもね、やっぱね、一番強いのはやっぱロンベルクはね、こういうグラビティの使い方よりかは、サノスで 50% 削ってからロンベルクで 30% 削るみたいな使い道もあるし、あとは、攻略で言うと、ボスの発狂ラインギリギリの時に、この 30% グラビティを打って確実に倒しきるみたいな方法ができます。で、ロンベルクのいいところとして、やっぱり、バトル9までは変換要因で使えるから、お荷物にならないのね。バトル9まで変換要因で使ってあげて、で、ボスギリギリまでは軽減スキル貯めてあげて、みたいな使い道ができたりとか、あとはバトル9以降はもう完全放置、その後突破みたいな、いろんな使い道ができるのが特徴かなとは思う。そういう使い方できると結構強いので、まあ、そこは評価できるかなと思います。特に1段階変身ということで、パーティーにもかなり入れやすいキャラになってますので、まあ狙いに行けとまだ言いませんけど、もし引けたらめちゃめちゃ強いんで、ぜひよかったらねゲットしてみてください。ということで今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。